聞こえます。いにしえからの導きが。なんと、いにしえの大巫女、卑弥呼様がですか。して、卑弥呼様はなんと。千歳の時を経てもなお、争いの絶えぬ今を強く憂い、私にこの乱世を平和に導くようにと。我はいにしえの観覧、卑弥呼。わだつみの巫女、鶴姫。我の声が聞こえますか。はい、こちら鶴姫、バッチリに聞こえますよ。この国に散らばる乱世の種を摘み取るのです。さあ進みなさい、日輪の光が指し示す方へ。ご親切に道案内までありがとうございます。私の船の皆さん、いざバビューン。君、もしかして僕のナビを狙ってるんだね。いやだ、ナビは
雨に来たから空勢者か。まだか、まだ引き時じゃないのか。大将を撃つまでご無理は禁物ですぞ。いやいや、なんで野菜が？まあ、落とさず受け止めてよ。全部鍋に入れるんだからね。もう少し穏やかに尋ねていただきたいものです。知ったらお腹すいた。ちょっとつまみ食いと思う。ムカのつまみ食いは許せない。はしたないですね、キング。あー来い、バシッとバシッとですよ。うちの握り目じゃない。投げても崩れねえ特性よ。かの魔王軍ほど盛況であればよかったのです。俺今日鍋当番だよ。変わってくんない？ピアコのムスと呼ばれた巨大魚が帰ってよ。祈りの力で百発百中です。行った。違う、魚の波入りはもっと後。気だ、鍋将軍の許可なしに勝手に肉を入れないでよ。お米がなければ鍋を食べればいいじゃない。なるほど。僕の鍋時間確保のためもっと頑張ってよ。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。進化障害になれるとは思わない。思わぬなってみせよ。兜がなければ即死だ。なんか悪い方へと転がってってるような。大丈夫ですかい。さあ俺の肩に捕まって。つまむかつままれるか、ドキドキが醍醐味だね。Thank you.
傷は浅くもないけどさ、うん、食道楽、それはそれで立派な穂村ではないか。よく頑張りましたね。ゆっくりとお休みなさい。さあ、たとえ死んでも立派なことですよ。かしこまり候。土産の食い物はあるんだろ。早いとこ出してくんな。つまんだ数だけ強くなれるかな。これはすでにつまみ食いの域を超えてる。誰もいない。つまみ食いだけの美味しさってあるよね。嵐を呼ぶ乱世の種は芽吹く前に摘んじゃいますよ。白き巫女の矢があなたの悪い心をバビュン。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの。キングロさんの通った後はペンペングサもなんとやらですよ。僕はこれに命をかけてるんだ。皆さん、勇気ある彼のために念仏を。鍋の用意ができたよ。味付けは間違いないでよね。私も鍋の具材でもかつ、あなたを愛したい、あなたを慈しみたい。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。寄せ鍋とは、好きな臓物を入れてこそ初めてそう呼べるのですよ。あなたのドヨンとした目、お祈りでキラーンです。卑弥呼様が言ってました。あなたほど恐ろしい方はいないと。私もそう思います。そんなに怖がらないでください。私はね、頭の周りの悪い人には優しいのですよ。痛いのこんだけしましょうか。猫だよって喋っちゃった。その人、怖いから逃げた方がいいですよ。事情がありまして、私はいつも人の慣れです。握手ですか。もちろん、これでグッとお友達です。そうだね、今日の鍋気分は。よし、あれで行くよ。風が吹けば味噌屋が儲かる。温まりたい気分。養母と味噌は古きに限る。この家は何をしているのか。何これ、ちょっと
ところじゃねえんだから。好みの味なんて知るかよ。この味、もう鍋曜日が大事。僕には天海様という強い味方が、あれって、ごめんなさい。無敵を知るのはこれからだ。そっちこそ、この味がわからねえなんて素人が。いろんな味が走馬灯になって、今幸せかも。ご神託を胸に、私がバシッと懲らしめました。鶴の姫巫女、次はどこへ向かうのかなんて。この土地の民、未来永劫を訪れる太平なる姿。はい、見えました。未来の先までずすーいと平和です。次はどちらに参ればよろしいですか。日輪よ、次なる乱世の種指し示したまえ。はい、ギランと眩しい光の先のあっちに、永遠の安寧を求めて。誰かがいるみたいですが。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。小早川秀明が逃走、行く先は沢山だと。ほいっと。もう吹いてるね。遊んでる場合じゃないよ。天海様。海の虎に軍神、川中島にて激突しました。お尋ね者ですね。
ほい、来たお客さん。三成様から預かった沢山の城をかけて俺と一丁勝負と行こうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。ちょいと俺と7番勝負ってのはどうだい。俺は超に張った。さあさあ、サイを振っておくんな。いい予感と予感って似てますね。そちらさんの勝ちだ。持ってけ、ドラモン。おお、お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。二番勝負だ。豆腐もバッジも超に限るってね。さあさあ、あんたのやる気バキッと張ってもらおうじゃねえの。こうして痛む余裕があるのもこのスープの結果。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。ちょっとちょっと、どうしたの。このままじゃやべえっしょ。まずさ、問題ねえ。こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。おっと、そちらさんの勝ち。やるねえ、あんた。やばいぞ、佐藤。なんだか敵さん、ますますやる気が出てきてないか。今回も頼りにしてます。ズバーッと。ギョイス。はい、いきますよ。こんなもん、落ち目のうちに入らねえっつーの。勝負だ。超超ハッチで俺は超。もしあんたが負けたら、守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。ウィッシュ、今しかねっしょ。ロッカさんもようこざんすね。オン。まったく、海に油揚げをさらわれる。ついに行けば食べ放題だね。確かに。おお、何やら守りの力が上がったような気がいたしますぞ。あんたの勝ちだ。こっしょ。敵に情けは無用。豪華存分に。あるぜ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう。やりすぎ。決めた。ちょうどいいの超ネットだ。命はかなき皆さん、私と共に笑顔になりましょう。ちょっと天海様、佐藤君誰かと遊んでるよ。そのようですね。はい、どちら様でしょう。所詮捨て駒って何ですか。どうぞよ。よっしゃー、いただき。この勝ちはでっかいぜ。よしよし、これで敵の攻めは一気に衰えたぞ。ごめんなさい、おてんばが過ぎると恥じらないですよ。5番勝負。残りも少ないし、
ここでドーンと気合入れてこうぜ。ジョー、いや、やっぱ犯人張った。三成様が見てくれて、うわ、何だろう。あ、でも俺はちゃんと見てくれた。白く二個の矢があなたの悪い心をバキュン。バカ、マスター、フィッカカー、イカカマスクネーター。あんた、おい、佐藤、敵さん、ずいぶん気合入っちゃったよ。次の6番は、やめてよ、天海様。おや、今日は催し物があると聞いてきたんですが。ここは行部さんの客人2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が。ではありませんか、キング。私たちも楽しくやりましょう。どこの世界には危ない人がいっぱいです。ご神託通りにしていればみんな幸せになるのでしょうか。もう少しぽっちゃりな方が。ガシッと一緒に頑張りましょう。一気にぶっ倒すぞ。元気出るんじゃない。なるほど、同じ状況で身代わりにできますね。またお会いしましょう。おそらくは表側で。目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。まずいぞ、佐藤、兵糧用の金子を持ってかれて。ちょっとあんたらひどすぎじゃね。そんじゃば、次はいよいよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ、一発勝負だ。島左近、入ります。よし、ここまでのあんたの負け分きっちりといただいてから勝負といこうぜ。島の左近に過ぎたるものが2つあり。三成様と任せてくれたこの城だ。熱い、熱いぜ。ヒリヒリつま天下までの土壇場、私はこうでなきゃな。負けた。次だ、次、次は絶対負けねえ。ご神託を胸に私がバシッと懲らしめました。鶴の姫巫女、
次はどこへ向かうのかなんて。鶴姫、先ほどは見事な戦ぶりと言えましょう。まるで若き日の我を見るようでした。え、卑弥呼様も自ら戦われていたんですか？私、戦は嫌いですが、もう少し頑張れそうです。我を継ぐ者として、あなたほどふさわしい者はおりません。鶴姫よ、いずれ時代の卑弥呼を名乗るがよいでしょう。本当ですか？皆さん、私なんと二代目卑弥呼に任命されてしまいました。なんとそれはめでたい。しかし姫御前、我らの社も変わらずもう出ていかねばと。はい、掛け持ち巫女大忙しですね。さあ、休んでいる暇はありません。次なる乱世の種を摘むとしましょう。はい、では私の船の皆さん、二代目卑弥呼にいざ、つづいとついてまいれ。この辺り、月夜には闇をかける忍びの姿も見えるとか。近頃は獣どもも騒がしいですな。これも乱世がゆえですかな。お尋ね者ですね。
け。私はただ天神様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍びさんに特例、こうなるのも当然だろなあ、ルマ。あ、宵闇の羽の方、ようやくお会いできました。先に様々です。おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった？お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ剣心、剣心様のご判断を曇らせるわけにはいかない。引かないならば倒すまでだ。あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か？それとも戦忍びをまとめてしまうってことか？倒れるものか。私は帰り伝えるんだ。さて、ここで問題。この俺様は本当に生身の俺様でしょうか？ま、ここでの勝負は痛み分けってことで。鶴姫よ、聞こえますか？鶴姫よ、返事をしなさい。はい、こちら鶴姫、どうぞ。あなたがそれでは兵の士気が保てませんよ。でも平和のためとはいえ、戦に戦を重ねて導きの光の先に求めるものはあるのでしょうか？日輪を見つめ続けること、それには痛みを伴うのです。でも卑弥呼様、私ちょっと分からなくなってきました。海賊が海を荒らしているようです。鬼島津が暴れております。豊臣陣営付近に松永の姿が。お尋ね者ですね。一輪よ、次なる乱世の種にわだつみの御子を導きたまえ。皆さん、あの光が指し示す場所はどちらですか？出雲の国、天子郡です。現在は領主春久殿が行方知れずとの噂もあります。それは気の毒に。しかし
天下太平のためにはやはり攻めなければならないのでしょうか。姫御ぜ、お心痛むやもしれませぬが。はい、どんな戦も天下太平のためならやむを得ない。そうですよね、卑弥呼様。その通り。駒は駒らしく黙って従えばよい。いや、ともかく我を信じよ。信じる。それなら私の得意技です。もう大丈夫、これならドドンといけそうです。装飾風でも積むべき乱世の種なのですね。来たな。僕は天子重勇士見習い山中鹿之助。この砂があれなんだっけ。ちょうどよかった鶴姫さん、僕占ってもらいたいことがあって。主人の春様が行方不明で、その居場所を。うわっ、言わないで。僕は無実です。今はただの小さな種でも。孫の重勇士、キャツらを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。行くぞ。無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。一旦落ち着いて情報の整理をしませんか。ね、ね。ちょっと鶴姫さん、まるで下手人を見るような目で僕を見ないでくださいよ。いくばくかの疲労は与えた。拙者はここまで。おやっさんすら寄せつけない危険区域。そこがそう。ひるむまいて。ひるめば爪と牙の餌食な。雨子は砂と共に育った。我らの自由はここにある。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。私は卑弥呼様の命で刺客を懲らしめに立つ。卑弥呼ってあの昔話の夢でも見たんすか。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。ごめんなさい鹿くん。でも卑弥呼様がこの地を光で示したのです。安寧のためあなたを撃つべきだと。光、安寧。その証言、何かが引っかかりますね。砂陣に鍛え上げられし、この強靭なる足腰を見よ。私が見ておきます。安心してください。毎日欠かさず夜襲へ戻ってくださいね。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。誰にも腰抜けなんて言わせない。究極まで高まれ、俺の子砂よ。これ以上怒られるのはごめんだ。進撃の時が訪れたぜ。俺は行くぞ、皆の衆。
我が愛想が血を求めておるわ。やあ、兜がなければ即死であった。待て、話せばわかるような気がする。この勝負、意外と早く蹴りがつくかもな。同じ技は二度と通用せん。もはやこれは常識。ハル様の失踪、そして鶴姫さんに届く卑弥呼と名乗る謎の声。謎の声ではありません。私はアーマを照らす日輪の光に導かれてここへ来たんです。重勇士も残りわずかのはず。もう一つですと、私の船の皆さん、進撃隊形です。何の、さらに険しき戦場とで乗り越えてきたわ。頑張れ皆さん、負けるな皆さん。伊予河野改め邪馬台国ってならなきゃいいんだけど。卑弥呼様か。姫御座とどっちが可愛いんだ。私にご用ですか。見てほしいんですね。よくない噂を聞くけど。大丈夫。アマを照らす日輪、もしや僕の推理が正しければ。ん、何をか。ああ、ちょっと待ってください。あ、おやさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。結論から言いましょう。鶴姫さん、あなたは騙されている。これは卑弥呼巫女詐欺です。卑弥呼巫女巫女、何ですかそれは。全ての謎は麒麟児の角に集まり、一つの真実に変わる。鶴姫さん、僕の推理を聞いてもらえませんか。僕の推理によると、あれが攻撃だって、どうするんだって。わかった。全ての黒幕は毛利です。毛利さんが卑弥呼様の代わりに光で照らしたということですか。こうなったら直接毛利を問い詰めるしか。落ち着いて聞いてくださいね、鶴姫さん。まだ卑弥呼様は偽物だと言うんですか。だって卑弥呼のお告げは毛利にとって都合のいいことばかり。
おかしいとは思いませんか？でも信じられません。卑弥呼様は乱世を治めるために私を導いて、ハル様の謎の失踪、そして鶴姫さんを使った雨子攻め、この二つの事件はつながっていると思います。鶴姫、惑わされてはなりません。そのものを止めなさい。卑弥呼様、毛利に近づいた途端に偽卑弥呼の行為ですか？おやっさん、これはいよいよ怪しいっすね。侵入した途端に盛大なお迎え、もう完全に黒っすね。鹿くんが勝手に入るから皆さん驚いてるだけです。それ、助かれ。姫御前に頼りにされると嬉しいのでございます。見当違いでいいところ、恥を知るがよい。すみません、毛利さん、ほら、鹿くんの勘違いなんですよ。卑劣な、このような場所から攻撃を。卑劣で蹴る、策にかかった斧が愚か。愚かに貴様は犬人に姉式の勝利取られようとは不甲斐なし。それに懲りたら海にポイッとゴミを捨てないように。どんな難題だって負けません。鶴姫、卑弥呼の名のもとに神託を授けます。その者を止めなさい。殺しても構いません。卑弥呼様、私、わからなくなりました。なぜそんなひどいことを言えるのですか？卑弥呼の名をもってしても、もはや我の言葉を聞き入れんな。使えぬ小娘よ。なんだ、光が、目がこれが迫って、なんの、さらに険しき戦の後で乗り越えてきたわ。奴が生き切れるまで。知らしめよ、我が毛利の武勇。お任せくだされ。拙者も荒武者ぶりを見せたいところだが、いや、膝に矢を打ちましょう。卑弥呼様、答えてください。卑弥呼様、もうよい。やかましい考え、貴様の言う卑弥呼は元よりおらん。毛利さん、何を言っているんですか？キラキラおったっすね、下手人毛利。鶴姫さん、これが真実っす。失策にすがるは無意味、切り捨て次を打つまで。おいおい、あんたら、俺を見てもまだやる気か？逃げ帰り伝えるがよい。花芽を奪われましたとな。こう見えてソーダの腕ならば南の海賊にも劣らぬぞ。天よ、この天空に麒麟を結びたもう。輝き降り注げ、光の加護。この通り、補充はいくらでも効く。私が危なくなったら助けてくれるのでしょうか、宵闇の羽の方。盤上が駒のしたたかさ、思い知るがいい。案じろ、
様に代わる駒はいくつだ。所詮は捨て駒、我が策にほころびなし。幾ばくかの疲労は与えた。卑弥呼様は本当にいらっしゃらないのですか。嘘かまことか占ってみよう。騙された己の愚かさ加減が見えるであろう。おやっさん、この人全然わかってないっすよ。開き直った犯人は必ず身を滅ぼす。下手人モーリー、卑弥呼巫女詐欺の罪でお縄を頂戴する。なんすか。もう謝っても許しませんよ、モーリーさん。ごめんなさいと言いなさい。一輪よ、絶大なる加護を。武者を照らし浄化せよ。貴様を手ごまに邪魔者らを消すつもりである。乙女が負った心の痛み、乙女の人とドドンと一番前でお返しします。我の策動に動いていればよいのだ。まったく捨てごまに。私は卑弥呼様の大決裁のお声を聞いて導かれていたと思っていた。良いわ、次の策に移るまでよ。取りました。辛くて悩んだ時も私はあの言葉、卑弥呼様の言葉で立ち上がる勇気をもらいました。計りごとのまやかし、その言葉にすらすがると。貴様は巫女としても発したと言えよう。違います。私が聞いたお声の中にはきっと本当の卑弥呼様もいたはずなんです。このような願別、貴様に触れてやる。者ども、動力炉を破壊せよ。今のは卑弥呼様。今の響きは何だ。我は何もしておらぬぞ。この鹿之助の名推理が今日も一つの真実を導き出してしまいましたね。推理といってもそれは結局人を疑うことです。え、あなたは人を信じる大切さを身をもってずずんと知るべきです。僕も行きますね。戻らないと、春様を探しに。俺、ちょっと、おやさん、どこ行くんすか。鹿くんこそどこへ行くんですか。私はもうズバッと占いましたよ。アマゴさんはこちらです。そうなの。さあ、大鹿様、いざギュギュッと南です。待ってくださいよ。